金久し勝らは中華民国、満州国の政治家。字は白光。1908年より三島省で地方管理となる。1911年1月、林友県知事となった。中華民国成立後も引き続きその地位にある。1913年10月、三島政徳県知事に移動する。1918年2月、最年県知事となった。 翌年7月、災内警察庁長長権利二川住寺警察ごと、世に昇進している。1920年1月、災難市成長総弁に任命された。1921年、吉林省に展示、同省省庁公所参議となった。同年5月、吉林前省保衛団、ただ主弁所所長となる。1925年3月、 東省特別区警察総管理所所長に任せられた。1930年、東省鉄路、正し弁公所33となる。満州事変後、金英カツは満州国建国に参加する。1932年はじめに、東省特別区警察管理所所長に任せられる。同年3月、正式に満州国が成立すると、一旦、 中東鉄路理事会理事に移動する。9月、再び東省特別区警察管理署所,所長に戻った。翌年3月、ハルビン特別市警察庁長となる。1936年12月、首都警察庁総監に任ぜられた。翌年7月、法天市市長に昇進している。1938年7月、法天省省長となった。 1942年9月まで、その地位にあった。以後、金英桂の行方は不詳である。ありがとうございます。